イエーイ星、シャップマン漫画節料理研究部部長のシャップマン尾崎です。今回の動画は、食撃の相馬より、メッツァルーナを使って、タクミアルディーニとイサミアルディーニの作ったカレーを作っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。今回は、食撃の相馬、秋の選抜予選のカレーを全部作ろうシリーズの第1弾です。B ブロックで直接戦うことになったアルディーニ兄弟のカレーを作っていきたいと思います。まずは、イサミアルディーニの作ったカレーから。イサミはトマトをこのまま鍋に入れて、トマトの水分だけでカレーを作りますが、まあそれだとこの買ったメッツァルーナの意味が全くないので、トマトをカットしていきます。さすが、買ったばっかりのメッツァルーナ、抜群の切れ味のはずが、全然切れません。これ、メッツァルーナってこんなもんなのかな？切ったトマトを鍋に入れて、塩とスパイスを入れていきます。ローリエ、カレーリーフ、カルダモン、コリアンダー、唐辛子、ガラムマサラ、フェネルディークに、クミン、ターメリック、味塩コショウを入れていきます。しばらくするとトマトから水分が出てきます。これを焦げないようによく混ぜて潰しながらじっくりと火を入れていきます。蓋をしてじっくりと水分を出しながら煮ていきます。仕上げに赤缶のカレー粉を入れてカレールーを大さじ1入れたら完成になります。本来ならばブドウの天然酵母でピザ生地を作るのですが、訳あってピザ生地の冷凍が大量に残っているので今回はそれを使わせてていただきます。ピザ生地を丸く伸ばしたら上半分にトマトカレーを乗せていきます。原作では描写はないですが、チーズは入った方が絶対美味しいと思うので半分にだけ入れておきます。端から生地を畳んでいって全部閉じたらピザストーンの上に乗せて焼いていきましょう。250度のオーブンで10分ほど焼きました。イサミアルディーニのカルツオネカレーパン完成です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。めちゃくちゃトマトが熱いですね。これは激熱すぎてなかなか食べれませんね。とりあえずお口の中を冷やすものを用意しました。キンキンに冷えてやがる。悪魔的だ。それにしてもこのピザちょっと熱すぎますね。やっぱりカルツォーネは蒸気が中に閉じこもってるのでいつも以上になんか熱いです。これ手で食べるの結構困難ですね。半分だけに入れたチーズが入った方がやっぱり美味しく感じますね。カレーの辛さをマイルドにしてくれてさらに味に深みが生まれてます。でもその分熱さは倍増してるのでここはもうナイフフォークじゃないと食べれないですね。非常に美味しく食べれました。ただし僕の口の中はめちゃくちゃ火傷しております。それでは今回の研究結果です。メッツァルーナは思ったより切れません。カルツォーネは激アツなのでナイフフォークで食べましょう。やっぱりピザはチーズを入れてなんぼです。それでは匠の方のカレーも作っていきます。匠のカレーは牛肉とチキンのブイヨンを使うのでそのためのミルポワと言われる香味野菜をカットしていきます。こちらもメッツァルーナでカットしていきます。玉ねぎ、人参、ニンニク、セロリ、トマト、マッシュルームです。ギーを使って香味野菜を炒めていきます。まあローリエも入れて青臭さがなくなるまで少しちょっと焦げてもいいかなぐらいの感覚で炒めていきましょう。別のフライパンで手羽先と手羽中を焼いていきます。軽く塩コショウをして軽くちょっと色がつくぐらいまで焼いていきます。焼いた鶏はさっきのミルポワを炒めていた鍋の方に入れていきましょう。そこにお水を入れ煮ていきます。鶏と牛のすね肉のブイヨンということなので牛のすね肉も焼いていきます。こちらも塩コショウをして色をつけ色がついてきたらそのまま先ほどのブイヨンの中に入れていきます。水を加えてフライパンの中の油もこそぎ溶いてそれも一緒に鍋に入れて煮込んでいきましょう。それではブイヨンを煮ている間にターメリック入りのフィットデチーネを作ります。セモリナ粉、強力粉、薄力粉を混ぜ塩を入れます。ここにさらにターメリックを入れて黄色くしていきましょう。
よく混ぜたら真ん中にくぼみを作り、そこに卵とオリーブオイルを入れて少しずつ粉と混ぜていきます。全体的にまとまってきたらボウルから出して力を込めて練っていきましょう。まとまったらラップをして半日ぐらい寝かしておきます。それでは半日置いたパスタ生地を伸ばしていきます。いつものようにパスタマシンで薄く伸ばしていきます。匠は麺の真ん中にパルメザンチーズを仕込んでいたので、パルメザンチーズを振っていきます。ここに伸ばした生地を重ねてさらに伸ばしていく感じですね。さすがにパスタマシンに入れたらチーズが溢れまくってくるので麺棒で伸ばしていきます。伸ばしたら生地がくっつかないように打ち粉をして畳んでいきましょう。畳み終わって重ねたら匠のようにメッザルーナで一瞬で切っていきます。どうやって一瞬で切るかわかりませんが、多分麺切り包丁の方が早いです。それではブイヨンを起こして準備をしていきます。このブイヨン、実はこの後公開される相馬の方のカレーでも使っていきます。それでは野菜をカットしていきます。具材はナポリタンに入れるような野菜ですね。ピーマンとパプリカ、そして玉ねぎ、マッシュルーム、ニンニクです。だいぶメッツァルーナの扱いには慣れてきたとは思いますが、やっぱりみじん切り以外にはただの使いにくい包丁ですね。カルダモン、クローブをすり鉢で潰し、クミンシード、フェンネルシードと一緒に炒めていきます。シードシードって、そのうちなんかフェンネルシードディズニーとか出てきそうですよね。オリーブオイルとニンニクを入れ、ベーコンと野菜とスパイスを入れて炒めていきます。ある程度炒め終わったらブイヨンスープを入れて煮ていきましょう。さらにトマトソース、たまり醤油、カレーフレークを入れて煮ていきます。フライパンが変わったことに気づいた人は本当にすごいですね。実はさっきたまり醤油を入れ忘れて2回目の挑戦になっています。沸騰したお湯でフィットチーネを3分ほど茹でてソースと合わせていきましょう。軽くソースで煮込み、パルメザンチーズ、オリーブオイル、塩コショウで味を最終調整いたします。そしてお皿に盛り付けたら、匠アルディーニのカレーナポリタンフィットチーネ完成です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。非常に美味しいカレーナポリタンですね。カレーとナポリタン、子供が好きそうなもの両方合体していいとこ取りしてるって感じです。そしてフィットチーネの中に入っているパルメザンチーズもかなり主張してきて、だいぶ美味しいです。そして僕1回これ失敗してるので2回目になってるんですけど、やっぱりたまり醤油が入ってる方が美味しいですね。相馬の監修をされている森崎先生はいつもナポリタンの隠し味に醤油入れるのが定番なんじゃないかなって気がしますね。後にスタジエル編で出てくるキッチン三田村のナポリタンにも醤油が入っているようです。ちなみに僕がいたホテル大倉のナポリタンの隠し味はフォンドボーでした。非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。カレーナポリタンは辛さを調整すれば子供がめっちゃ好きな味になりそうです。ナポリタンの隠し味に醤油、結構いいアイデアだと思います。メッツァルーナは麺切りには向きません。今回紹介した食劇の相馬、少年ジャンプでは包丁人味平以来の本格グルメ漫画です。この画像の15人の多種多様のカレー再現していきますので、よかったらこの機会に読み返してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。相馬のカレーシリーズ、結構いろいろともう再現を撮ってあります。ただ編集が進んでない感じですね。なんとか気長に待っていてください。できれば木曜日と土曜日で出していこうと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。